はい、ごきげんよう。高次元多次元ニュース。セントラさんがまた待っています。すごいことになっています。今日は雪が外を降っているんですね。で、その屈折ではないですね。これは意図して、セントラさん種族の方が、また光を織りなす、ムーブメントが始まっています。今日2月の5日なんですよ。外は雪で窓辺もとても寒いです。はーい、すごーい。変容していく時に入っているんですね。グーも動き始めているし、消化体に働きかけてくるエネルギーもとても強くなっていますから、本当にいろんな部分で自分自身と外側の世界っていうのがある意味連動するような、つながっていくような、新地球の産声がもうしっかりとそのところ形作られてるっていうことも言われていますし、人によってね、もう移行されてる方もいらっしゃると思いますけれども。わー、すごいね。すごい連携プレーですよ、皆さん。きゃー、光が強いのはセントラさん種族だから、やっぱりね、わー、すごい。でも、ビッグな、広い、1年前と違う。すごーい。広い範囲で、オーブたちと連携しながらこれ今作られています。はーい、すごーい、素晴らしい。新たなる変容の時が皆さん訪れてますよ。社会的な本当ムーブメントも変わりつつあるし、イエーイ、はーい、素晴らしい。すごい反応してくれてます。今ね、最大限に近づけてこの状態なんですよね。はい、この状態で撮りなさいって。織りなす光がね、虹色でしたよね。YouTube に見られてる方には、おお、はいはい、すごーい、宇宙的だな、なんか。その曲線とか。はーい。連携し合ってる、すごーい。あー、すごいすごい。きれい。わあ、素敵。イエーイ、レインボー見せてくれてますよ、皆さん。素晴らしい。大がかりなショーっていう感じですね。キャー。すごーい。こうやって撮りながらね、今ね、本当に消化体にすごいエネルギーが強く来てるんですよ、実は。いたうれしいっていうか。はーい。キャー。イエーイ。あー、すごーい。イエーイ。通過していきますよーって。あー、すごーい。この待っている感覚がね、現象フラの
エネルギーの感覚がありますね。古式の布地をこう広げてるような感じですよね。先日もちょっとこのセントラさんが変容を見せてくれたんですけれども、非常に短い時間でまたこの状態に入ってるので、すごいですね。いよいよそういう時が始まったカウントダウンなんですね。この雪もなんかそういう軍事作戦も裏の方で動いてるみたいだし、マイケル・サラー博士の方でもジャパンに、ET アンドロメダとプレアデスの人たちが地球人にシェイプシフトして、潜入しているっていう、潜入を始めたっていうのが1月の半ばに、それがマイケル・サラー博士の方の YouTube でおっしゃってたので、そういったいろんな事柄が動いているんですよね。人々の集合意識も変わってきているし、そういう介入と変容をこう遂げていく地球の今状況に入ってきているっていうことなんですよね。はい、ジャパンってはっきり言われていたのがね、とても嬉しかったですね。 JP がねジャパンとね NSA って言ってましたね。そしてその他の国にもっていうことだと思いますけど、実はもっともっと多くの JP が言ってたのは4人って言ってましたけど、もっと多くの人数がね潜入していると思いますね。はい、今日はこんなところでしょうか。あ、でもね、上の方でもね、さっきね赤い絨毯のようなの、はい、そうね、上の方ですごかったし、はい、レッドライトが灯ったっていう感じでしたよ。撮る前に、ね、ちょっとそれが見えたんですよね。グリーンライトだけどレッドにもなってるっていう、そういう意味合いでね。レッドはアメリカで言うとね、共和党の方ですよね。すごい、それぞれのオフたちが反応して動き始めてるってことですよ。皆さんの魂もそのブループリントが動き始めて、皆さんが開いていくんですよね。花開いて地球でのビジョンをこう広げていく、活性化していく時になってますよ。あー、なんかすごい素晴らしい素晴らしい。いずれにしても窓辺は寒いです。イエーイ、素晴らしい。まだまだ変容を遂げていってすごい。すごい
皆さんのお家のオーブたちもこのように動いてるでしょうか。ここのこちらに来てる一番光の強いのはセントラルサン種族ですので、一番光は強いはずなんですね。わー、形変えた。なんじゃらほい、これは。あー、社会がね、変容していくんですよね。いろんなものがね、本当にドロップを落とすよりも、なんだろうな、バケツをこうひっくり返してるような状況が今始まってますよね。ディスクロージャーがね。はい、どのようになっていくか。皆さんの意識をね、高めてね、夢を描いてそれを現実なものにしていくんですよ。はい、意識とても大切。フォーカスすることも何に、フォーカスしていくか、本当にもう、愛と喜びの世界に突入したかったら、やっぱりそこに意識を置くべきですし、自分の最高の人生のストーリーを生きていきたければ、そこにフォーカスして自分の意識を調整していくこと、思うこと、語ること、行うことをそこにフォーカスしていくっていうこと、とても大切ですね。もう旧来の生き方をチェンジしていく、その勇気ね、幸せになるっていう